壁のない家、電気へのアクセスがない場所、質の高い教育が受け入れられないことなど、これらはアジア太平洋地域における平等かつ持続可能な開発を目指す私たちが直面している課題のほんの一部に過ぎません。RDC は現在、これらの問題に対処するための取り組みを行っています。ただし、重荷を分かち合うことは重荷を半分にするという言葉があるように、まだまだ多くの支援が必要です。この祝福されたラマダンの月に、他の人を助け、彼らの生活に変化をもたらすことで、善行の輪を広げていきましょう。RDC へのご支援をよろしくお願いいたします。ご加護を与えてくださいますように。ワッサラムアレイクムワラハマトゥラヒワバラカトゥ。